イギリスの首相、グレートブリテンを呼びきたアイルランド連合王国の首相、グレートブリテンを呼びきたアイルランド連合王国の首相は、イギリス政府、女王陛下の政府の長、連合王国内閣総理大臣である。称号は、各下、イギリスにおける実質的な行政権を掌握している。首相、プライムミニスターという地位はイギリスにおいて20世紀まで、 公的な地位ではなかったのでその起源に不明確なところは多い。一般にイギリスにおける最初の首相と考えられているのはハノーバー朝初期の1721年から1742年にかけて第一大倉教、ファーストロードオブザトレジャーを務めたロバート・ウォルポールである。当時ウォルポールは閣僚の中でも抜きんでた存在になっており、国王、 ジョージ1世とジョージ2世が閣議を主催しなくなっていたため、第1、大倉卿が閣議を主催する慣例が彼の時代に確立したと、また、議会の指示を背景に政治を行う、議員内閣制の基礎もこの政権下で築かれたと評価されているためである。事実、ウォルポールの退任は国王の信任を失ったためではなく、1741年、 イギリス総選挙で僅差の多数派しか得られず、その後招集された議会で採決に敗れたためだった。当時よりウォルポールは、俗称で、首相、プライムミニスターと呼ばれたが、これは、法的根拠なく、他の閣僚を支配していることを批判する、故障であったので、ウォルポール自身はそう呼ばれるのを嫌ったという。ウォルポール退任後も第一。 大倉教の職位についた者が閣議を主催することが多かったのでそのものを指して首相王と呼んだが閣議主催者ではない場合には第一、大倉教であっても首相王とは来れない。例えば1766年から1768年にかけて首相になったと考えられている初代チャタム伯爵ウィリアム・ピット大ピットは王子少女として内閣を率いている。この時 第一、大倉教だったのは、第三代グラフトン公爵オーガスタス・フィッツロイだが、祖閣の対面を受けたのは、ダイピットであり、閣議を主催したのも、ダイピットなので、この内閣の首相は、ダイピットとさている。ダイピットの息子、ウィリアム・ピット、ショー・ピットが1783年に第一、大倉教になった時には、首相という言葉は、閣僚の中の、 同廃中の主席を指す言葉として定着していたと言われる。1803年の議会議事録、ハンザードは、冒頭の閣僚名簿で、ショーピットの公認ヘンリーやディントン、後の初代シドマス施策について第一、大倉教兼大倉大臣と記載しているが、その後ろにカッコ付きで、プライムミニスターと書いている。第三代ソウルズベリー公爵ロバートガスコインイコール。 セシュルの三度の内閣においては、第一、大倉教の地位はそれぞれ初代レスリー、伯爵スタッフ,フォード・ノースコート、ウィリアム・ヘンリー・スミス、アーサー・バル・フォアがついた。この例外的処置の影響で1905年には、宮中序列に第一、大倉教と別に首相の席次が設定された。この時に、首相の地位が王室から公的に認められたことになる。とはいえ首相と第一、 大倉卿が分離したのは、第三次ソールズベリー公爵内閣を最後に2016年、現在までない。首相が法律で定められたのは1937年のことで、この年までは首相という語は大臣法になかった。ただし、外交文書ではこれよりも前に首相の語が使われている。また、1968年11月1日の行政改革での長として、 官僚たちを指揮する国家公務員担当大臣、ミニスターフォーザ・シビルサービスが設けられると、首相がこれをも兼務することとなった。現在のイギリス首相の正式な肩書きは、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国首相、県第一、大倉強権国家公務員担当大臣、グレートブリテン及び北、アイルランド連合王国首相県第一、大倉強権国家公務員担当大臣、 プライムミニスター、ファーストロードオブザトレジャーミニスターホーザシビル、サービスオブザユナイテッドキングダムオブグレート、ブリテンノーザーアイルランドである。なお、第2、大倉卿は財務大臣である。これを補佐する財務省主席政務官は閣議に参加する。この職省は予算折省で各省の主張と国策との総合的な調整を担っている。税制改正は、 財務大臣の専権事項であり、各省に相談すらしない。政党政治が発展した現在では、監修法、憲法的修律により、庶民院、会議員、メンバーオブパーラメント、MP の中から、総選挙で庶民院の過半数の議席を獲得した政党の党首が任命されていい。庶民院議員に限定されるという慣例は20世紀に成立したものであり、 18世紀には圧倒的に貴族院議員の方が多く、19世紀に至っても貴族院議員が首相である時期は50年を超える。最後の貴族院議員の首相は1902年まで首相を務めた第3代ソールズベリー公爵、ロバート・ガスコインイコール・セシルである。しかし20世紀半ばに入っても首相が庶民院議員に限定されるとの慣習が女王拘束できているかどうかは怪しい。 1963年には第十四代ヒューム伯爵アレグザンダーダグラスイコールヒュームに祖格の対名があったからである。この時はヒューム伯自身が社位を返上して庶民院議員補欠選挙に出て庶民院議員になることで対応している。任命者は国王である。首相の任命は国王体験事項であり最も重大な体験の一つと言える。日本の首相は 国会の指名に基づき天皇が任命するが、イギリスでは議会による首相指名の手続きのないままに王が議会の状況から判断して任命する。これは王が先制的に首相任命を行う危険をはらんでいる。とりわけどの党も過半数を取れなかった時と首相が死亡、退任したが、政権与党内に注目の一致する後継者がいない時にその危険が生じる。事実、 現状、エリザベス2世の時代に入ってからも何度か、女王個人の裁量権が発揮されたケースが起きている。歴代イギリス国王は遡れば遡るほど多いを、政治に実現させることにこだわり、重心をどのポストにつけるかに大きな影響力を持った。特に、ハノーバー朝前期の3王、ジョージ1世からジョージ3世はそうだった。 単純小選挙区制が採用されているイギリスでは、通常、二大政党のいずれか一方が単独で、過半数の議席を獲得するが、稀にどの政党も、単独過半数の議席を獲得できない、ハングパーラメントと来れる状態になることがあり、こうした場合には二大政党のいずれかが少数、政党と連立政権を組むか、もしくは、少数与党政権となる。また、 ハングパーラメントとは異なるものの、世界教皇時や戦時体制下などにおいては、挙国一致内閣が組まれた例がある。第二次世界大戦後のイギリスでは、1974年と2010年の総選挙において、ハングパーラメントが発生している。1974年の際は労働党の少数、与党政権となって、不安定な政権運営が続き、8ヶ月後に、 再び解散、総選挙が行われたが、2010年の際には保守党と自由民主党による連立政権が組まれた。イギリスにおける行政の最高権は、名目上、国王及びその諮問機関である数密院が持っていることになっているが、国王は君臨すれども統治せずの原則により、国王の政治的権力は実際には行使されることがない。形式上は、現在も、 なお内閣よりも上位に位置する数密院も議会権力の強化とともに形骸化し内閣が議会の信任によって成立し議会に対して任を負う議員内閣制の仕組みが確立していったそのため現在ではイギリスの憲法を構成するとされているマグナカルタをはじめとする成文法典及び慣習法、不文憲法に基づき 首相を中心とする内閣が行政の実権を握っている。首相は閣僚の任免権、庶民員の解散権、2016年現在、この体験はない。詳しくは後日、戦布告などの国王体験の行使を国王に代わって実質的に決定する。原則として国王体験は首相の助言なくして行使できない。議会における国王演説も 内閣があらかじめ用意した原稿をそのまま読み上げるだけである。会員は首相及び内閣に対して不信任決議権を持つ。会員において政府に対する不信任決議が成立した場合には首相は内閣総辞職か庶民員の解散総選挙のいずれかを行わなければならない。かつて英国首相は日本の首相と同様に内閣不信任が成立していなくても 君主の持つ議会解散権への助言によって任意に会員を解散できた1918年以降には首相は解散助言にあたって内閣に諮る必ずもないとの憲法監修ができたしかし2011年に可決された議会任期固定法により女王の議会解散に関する体験が削除されたため英国首相は任意に会員解散の助言を行うことができなくな5年の 人気切れ前に会員解散ができるのは、会員が所属議員3分の2以上の賛成で解散を自主的に決議するか内閣不信任案が決議された時に限られる。一般にイギリス首相官邸とされるダウニング街10番地は正式には第一、大倉教官邸であるが、これもウォルポール以来の監修である。この建物はもともとジョージ二世が ウォルポール個人に貸ししたものだったのが、ウォルポールはこれを公的な贈与として受け入れ、公認の第一、大倉教に引き渡した。その結果第一、大倉卿官邸として使われることになったのである。首相はさらに、バッキンガムシャーノという村に、通称、と呼ばれる別邸を持つ。第二次世界大戦中、ウィンストン・チャーチルは、ロンドン空襲を避けるためこの別邸でも会議を開いた。 イギリスの首相を最も長期間にわたって務めたのは、初代首相のロバート・ウォルポールであり、1721年4月4日から1742年2月11日までの20年と314日に及ぶ長期政権となった。この間、ウォルポールは、庶民委員における与党、保育党の勢力安定を政治的基盤に指導力を高め、 対外的には平和政策を推進しつつ、国内においては近代的な議員内閣制の基礎を固めていき、その統治はパックス・ウォルポリアーナ、ウォルポールの平和と呼ばれた。歴代首相の中で最も在任期間が短かったのは1827年に就任したジョージ・カニングであり、就任直後に健康状態が悪化して死去したため、119日間の短命政権となった。 連続在任日数では、1782年に首相に返り咲いた第二代ロッキンガム校、チャールズ・ワトソン・ウェントワースの第二次政権が、在任日数96日で最も短いが、1765年から約1年ほど続いた第一次政権との通算では、ガニング及び他の何人かの首相よりも長くなる。イギリス史上、最年少で首相に選ばれたのは、 1783年に24歳で首相に就任したウィリアム・ピット、ショー・ピットであり、1801年まで約17年に及ぶ長期政権を築いた。また、1804年には再び首相に選ばれ、通算で18年と343日にわたって首相を務め、ウォルポールに次ぐ歴代2番目の長さとなった。最も高齢で首相に任命されたのは、 ウィリアム・グラッドストンであり、1892年に彼が4度目に首相に就任した際には82歳であった。初回の首相就任時に最も高齢だったのは1855年に就任した第3パーマストン子爵ヘンリー・ジョン・テンプルの71歳であった。なお、4回にわたって首相を務めたグラッドストンは、就任回数が最も多い首相でもある。 在任中に死亡した首相はこれまでのところ、初代ウィルミントン博、スペンサー・コンプトン、ヘンリー・ペーラム、第2代ロッキンガム校、チャールズ・ワトソン・ウェントワース、ウィリアム・ピット、ショー・ピット、スペンサー・パーシバル、ジョージ・カニング、第3代パーマストン・子爵ヘンリー・ジョン・テンプルの、計7人である。スペンサー・パーシバルは、政権の経済政策に不満を持つ者による、銃撃によって死亡しており、 2018年現在のところイギリス史上唯一の暗殺された首相となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。